皆さんお疲れ様です。エブリー、ロビン号のね、調子めちゃくちゃ良かったんですけどもね、ちょっとこの間洗車してましたら、ガラスにこう飛び石ですかねの傷を発見しまして、ちょっとブルーになってるところです。ということで今回は、こちらの方をね、僕初めてなんですけども、ちょっと補修していきたいと思います。感想とかね、コツなんかもお伝えしたいと思うので、どうぞ最後までご覧ください。はい、はい、ということで、ウィンドウガラスのね、小傷を直すためにこちらを購入いたしました。じゃん、ガラスリペアキットです。ですね、これね、いろんなねタイプあるんですけども、なんていうかな、他のタイプでしたらちょっとね扱いが難しくて、逆に傷がね、こうひびがこう伸びてしまうとかいう現象もあるみたいなんで、こちらのタイプでしたらおそらくね簡単にできるのかなと思ってですね、購入いたしました。はい、ということでね、こいつでね一応修理の方を試していきたいと思います。それと、もう一つ、まあ、予備、ですね、保険ということで、こちらですね、はい。これね、紫外線ライト。これも購入いたしました。もしね、紫外線量がね、少ないような、天気でしたら、ちょっとこいつもね、試して、いきたいと思います。はい、それではガラスリペアの方していきたいと思います。セット内容はね、これ一つ買えば、全て、道具としては揃っております。これね、注射器みたいなんで、これね、空気の出し入れとかね、これレジン液なんかもちゃんとついております。あとはね、これ傷口をね、清掃するためのこれ虫ピンみたいなのもね、ちゃんとついてますね。それからですね、これもね、カミソリ、ちゃんとね、最終きれいにこう面仕上げするための、道具もね、ついてます。で、これはね、両面テープ。で、からこれはレジン液を入れるケースになります。最後のね、仕上げ、こういうシートも使うようです。で、これらはですね、全部ちゃんと説明書、日本語の解説がついているのと、動画の方もね、あるので、これを見れば簡単にできるというような商品になってました。はい、それではですね、手順にのっとって、作業の方していきたいと思います。まずはね、アルコールでちょっと清掃した後に、付属の虫ピンで、傷口をね、きれいに清掃していきます。あんまりね、これ力入れすぎるとちょっとね、また割れちゃったりするんで、これね、慎重にやってました。続いてね、付属の両面テープを貼っつけてます。両面テープを貼るときはちゃんとね、密着させるようにしっかりとつけてくださいね。本当ね、施工自体はめちゃくちゃ簡単です。あとはね、このちゃんとこの、両面テープがね、くっついてる確認がね、一番重要だと思います。はい、それではね、レジン液の方、こうケースに入れていきたいと思います。一応ね、規定量5滴ほどと書いてありましたが、傷口がね、綺麗に浸るような感じで、見ながらね、入れていくのがいいかと思いました。レジン液を入れた後は注射器をねじ込みながら取り付けていきます。はい、続いて傷口のね、空気を吸い取ります。
切り込みがねあるのでそこまで引き上げます。ここまでね引き込む置いときます。あ、入りました。はい、ということでね、注射器を抜いたときにシュポッて言ったと思うんですけれども、これがね、真空であった証拠ですね。続いてね、今度は圧力をかけていくということで、逆に空気を入れていきます。ちなみにこのアルミホイルなんですけども、注入中にレジン液がね、固まらないように紫外線対策としてつけてます。ちょっとね、効果あるかどうか分かりませんけど、ちょっと気休めですかね。はい、ということでね、失敗しちゃいましてね、これね、調子こいてちょっと圧力をね何回かこうポンピングみたいにしたらね破裂しちゃいました。ということでね、ちょうどこう両面テープの間からレジン液が吹き出しました。ということでね、めちゃくちゃ焦ってます。もうこうなってしまったら何をしてももう圧力かかりません。はい、ということでね、もう残念ながらここまでのこの工程ね、同じことを一旦もう一回することにいたしました。はい、これ2回目もね失敗したわけなんですけども、この2回目の原因はですね、もう清掃不良といいますか、この、両面テープとのね密着不良になります。で、規定圧力でね、圧力かけてたんですけども、やはりこう密着度がね悪かったんで、そこからこう徐々にねレジ液がこう漏れてた状態です。ということで諦めて次の工程に移ることといたしました。はい、仕上げの工程になります。レジン液をですね傷口に垂らして付属のシートを貼り付けます。これでですね、傷口がまあ平らになるということだそうです。あとはですね、付属のカミソリで余ったレジン液を削り取っていきます。これでも仕上がりですね。それではですね、施工して分かった3つのポイントをお伝えいたします。まず一つ目は両面テープは確実密着させるというところで、これはですね最初の清掃とかも含めて確実にやっていただきたいと思います。もうこれをねまず最初でしくじりましたら絶対ねこう加圧した時に液がね漏れてくるんでね、ここは注意してください。で二つ目、加圧前には液量のね確認をしてください。ボトルって言いますか、ケースがね透明になってるんで、液量ちゃんとね傷口に液が達してるかどうかを確認した方が仕上がりきれいになると思います。3つ目、圧力はかけすぎないようにするということで、これもね重要ですね。私ねちょっとかけすぎて吹き出しちゃったんで、もうこれはねもう説明書通り施工していただきたいと思いました。はい、ビフォーアフターになります。こんな感じですね。もう少しねこの圧力がねうまいことかけれたら、このひび割れっていうんですかね、この隙間もねちゃんと埋まってたかもしれませんけども、まあ失敗した割にはですね綺麗にできたのかなと思います。ちょっとねこれで様子見ていきたいと思います。ではね、ちょっとね、反転になっているところはね綺麗に磨き上げたらね透明になると思うんで、その辺も含めてねまたちょっと施工の方法をね考えて、いただけたらなと思いました。
はい、ということでね、今回はあのガラスのねリペアの作業をやりましたけども、なんていうかな、焦ることなく、説明書通りやればうまいことできてたのかなということで、ちょっと反省点でございます。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。